はい、じゃあこんな感じですね。どうですか皆さん。どうも、うつけ者です。ということでですね、今回は、私、うつけ者を作る最高に美味しいですね、おつまみレシピでございます。今回はですね、プリップリのちくわ、ね、このまま食べるのもまあ美味しい、美味しいんですけど、料理研究なんですよ。今回はね、ちくわをピザにしていく。これがね、またうまいんですよ。もうね、つまみに最適、全居酒屋に置いてほしいっていうぐらい美味しいレシピなんで、これをこれからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。もうこれは結構シンプルです。ちくわ、今回のトップバリューのやつね、5本で 120g ぐらいのやつね、 115g だったかなぐらいのやつですね。ベーコンですね、 30g、 ニンニクこれおろすんで、もし長い場合はチューブでもいいです。はい、2かけだとやりすぎなんで3分の1かけぐらいで、チーズ、ピザ用チーズ 50g ぐらいです。これだけもうパパッとね作って、パパッと飲みたい、もう飲みたい。じゃあ飲んでいきます。今回ちくわを使ったピザなんですけども、もうピザって言ったらビールということで、キムギ飲んでいきます。あー、うめえ。さっきの飲みかけが金麦、金麦のダブル金麦、もう両手に金。あー最高だ。ここが楽園じゃったか、エデンです。ここがということで、さらにエデンに向かうために禁断の果実を作っていきます。これね、包丁入れていくんですよ、これね。で、最後まで切らない、ギリギリ残しておく。こんな感じでギリギリでいつも生きていきたいので、こんな感じ でこうしたら、あ、ギリギリ、あ、これもギリギリやっちゃったか、こういうのギリギリで、いろいろギリギリでやっていきたいと思います。じゃあちょっといろいろギリギリだから、もうちょっとこれもギリギリまで飲んでいきますね。あー大丈夫です。放送ギリギリまで飲んでいきます。ギリギリってどこぐらいかって言ったら、 YouTube にバンされないぐらいですね。ね、 Google の顔を伺いながらやっていきます。はいはい、 OK です。そしたらですね、これ並べたじゃないですか。次ね、ソースを作っていくんですよ。単純明快、マヨネーズ大さじ1杯で、ケチャップ、これね、大さじね、1半ぐらい、だからマヨネーズちょっと多いぐらいですね。これだけでいいんです。で、ここにニンニク、これニンニク入れるとね、あの普通のピザソースもニンニク入ってるんで、これニンニク入れるとね、さらにピザソースに近づく。ニンニクさえ入れとけばうまいっていう格言があるんですよ。で、こいつを塗るんすね、このちくわ、はい、ちくわに塗ります。ちょうどね、これぐらいの量がね、あの、いいと思いました。はい、これがいいつまみになるんです。で、ちくわって安いじゃないですか。なんでね、あの、経済的にもいい。そしたらね、これ、あの、ピザ、これをね、切っていきます。ベーコンです。ピザは、これです。ほらほら、こんな感じ、こんな感じ。これでね、この細切りにしたベーコン、あの、薄切りでいいんですよ、ベーコンね。これベーコンにたっぷりね、乗せていきます。あー美味しそう、これ。はい、そしたらですね、ここに黒胡椒をね、本当はね、なんかあの僕の前のレシピ見ると黒胡椒混ぜるって書いてあったんだけど、後からかけても変わんねんで、はい、黒胡椒かけてください。はい、ね、思ってる2倍ぐらいにしようとか。そしたらここにチーズです。はい、これチーズっていうのは入れたら入れただけうまいんで、もうがっつりこうね、乗っけていきましょう。はい、はい、じゃあこんな感じですね。これですね、トースターですね。トースターで8分、僕のトースターって温度を設定できるんで250度でいいかな、8分から7分とか、まあ、それぐらいで、その8分間私くしはこの金麦を飲んでいきます。はい、ギリギリでいつも生きていきたい。クールで、できました。出していきたいと思います。はい、こんな感じでございます。どうですか皆さん。そしてここに仕上げにパセリです。このね、ちくわのいいとこってね、焼くとね、ちょっと広がるんですよね。広がるからちょうどいいサイズになるんですよ、これ。あー美味しそうです。イエーイ、かわいいですね。はい、ということで、めっちゃうまそうだこれね、ちくわピザ完成です。
願いさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。くー、はい、じゃあこれをかぶりつけます。いただきます。はうん、やっぱうめえなこれ。マヨネーズとケチャップを混ぜたこの即席ピザソース、これが最高にうまい。そしてチーズもたっぷり乗ってますんで、ボリューム満点。これはちょっと味変カフェじゃないでしょ。俺じゃあ味変って言ったらもうタバスコかラー油なんだけど、タバスコですよ。だってピザですよ。うんうん、もうタバスコはマストにしていただいていいですか。たまらんわ。たまらん近いでしょ。ということで、このたまらない感じになりたいのは誰だ。カバーイ。ちょっとタバスコかけた方がうまいから、タバスコかけるね、もうね。たまらない未来を目指して。いただきます。いっちゃってください。いってらっしゃい。うまい。めっちゃうまくね。めっちゃうまいでしょ。ハンドトスよりうまいかもしれない。ハンドトスもうまいんだけどな。これでなんでうまいかっていうと、生地自体がちくわだから味がすごいついてるわけですよ。だからどこ食ってもうまいのよ。俺あのピザの耳が苦手なので、なんかつけないと食べられないタイプなんだけど、これはどこ食ってもうまいでしょ。これやば。これも作った時びっくりしたんだもん。マヨネーズとケチャップを混ぜてちょっとおろしニンニク入れたソースってほぼピザソースなんだよ。これうまいでしょ。でもね、どこの居酒屋にもないんですよ。なんかさ、ありそうなメニューだけど見てたらまだ超簡単なのこれ。ピザ生地こねるより圧倒的に簡単。いやいやクソ時間かかるじゃん。俺も昔ピザ場にいたけど、もうね、ピザ生地はもうこねたくない。これやるよ。しかもめっちゃ安くできる。これはね、家で飲みますって時にあったら、え、うまってなる。これはなる。いや、これはさすがだわ。ということで、今日は哲也の誕生日、今ちょっと過ぎたんだけど、これから誕生日を祝いますんで、乾杯！へぇ、じゃあまた今度。土井先生の嫌いなやつね。あ、土井先生って言ってもあれだよ。料理の方じゃないよ。忍たま乱太郎の方だからね。忍たま乱太郎を毎日見てたの。光源氏が歌ってたとこ。